音声ソフトのなんか話なんてね、全然出さなかったんでね、こう多分みんな見てくれないと思うんですけど、ちょっとね、一般的なやり方じゃない方法をちょっと使ってるんで、ちょっと紹介していきたいと思いますね。まあ、キリタンことね、言うと、いいようなやつなんですけど、最近出てね、あれ、ただやのにあんな綺麗な声出すの、あれすごいですよね。ちょっと私も早速入れてみてね、こう、歌声付きのなんか、達者メロディーとか作ってたんですけど、あれ結構すごいですよね。あれ同じような機能あって何千円ってするのがあるのに、ただでね、あれ使えちゃうのはすごいですよね。まあ、というわけで本題なんですけどね。まあ、あれね、ちょっと一般的にはね、ここ今出てるミジスコアっていうののソフトで、まあ、ここにちょっと、ここに歌詞とかをこう入れて、こうやって歌詞をこう、ね、入れるっていうのが、まあ、結構推奨されてる方法なんですけど、こう歌入れても、歌詞出てこないんですよね。読んでくれないっていうかね、普通に再生されても反省されないですよね。というわけでね、こう今回はね、その別のね、こう歌声の合成ソフトを使ってちょっとやっていこうと思います。これ自己流のやり方なんで、一般的なやり方はもっと有名な方がやってるので、それを見てください。ちょっと自己流のやり方なんですけど、まあ、これちょっとピアノの音源を出力するのにね、これじゃない。こっちを出力させようか。同じ曲なんで、こっちの方が音的には綺麗な。ウェイブ形式かな、OK な。いけたかな、ちょっと待ってな。あった。彼を惜しむ感じの曲を、ね、作ったんで、まあ、これに今適当に歌詞を突っ込んで、考えてないんですけど、まあ、適当に歌詞を突っ込んで、ちょっと実践していこうと思いますね。ここのアフタクトの部分からつけましょうか。このソフトね、ちょっと昔はタダで出てたんですけど、ちょっと今は有料のソフトなんで、昔のでできるかな、ちょっとわからない。まあ、ここにね、まあ、最初の2小節だけとりあえず。ドファアラソファソラソ。まあ、2小節だけやしね、ちょっと手入力できます。ファドソーリーマーソーって感じですね。はい、歌詞ちょっと考え、なんかこういう曲ってね、なんか一番最初の思い出がフロントに来てることが多いんで、ちょっと今適当に歌詞、どうなったっけ、ちょっと待ってよ。釣れてるかな、はい、大丈夫ね。で、さっきの曲に速さを合わせないかんから、96ですね。96、でこれをね、エクスポートするんですけど、 XML 方式で出力しますね。あれ、あ、いけた、あった。んで、基本的なやり方と一緒なんで、他の人の動画とね、要するにここに突っ込むわけですね。で、何だっけ、適当に、
これが名前ですよね。ほんでこれが拡張子ですね。でこれ RAM のバッチファイルです。これを編集するんですけど、何回かいじったんで、ここですね、ここ拡張子入れとくと多分ミュージック XML ってなってるんですけど、ここを XML に変えてくださいね。これでここにさっきのやつを突っ込む。ほんでこれで、でこれでこいつを実行すると、そしたらなんかコマンドが出てきて、まあこれかなり時間かかるんですけど、まあ実行する、これが消えたら多分できると、ね、でまあ下パートを作るんやったら決めてさっきと同じ手順でやっていきます。あ、終わったな、多分できてると思うんでね。でこいつ実行してちょっとできてるか確認しに行きます。もうって入れたん、あ、これですね。もしふとめ行きましたね、よし。で下のねパートもね、今出力させてるんで、まあこのサウンドエンジンっていうねソフトでねこう合わせたりできるんで、まあその辺はねちょっと他のソフトの話になってくるんで、あとねちょっと残響効果を加えたりとかもできるんでね、2が追加されてると思うんで、まあ基本的にはもうねもうまあ、ちょっとね作り方をね軽くやっ、まあ、あとはねちょっと曲風にねちょっと初めて出会った初めて出会った初めて出会って出会った、あれなんかミスってんな、初めて出会ったって出会ったあの日ふと目が見知ってるわ、初めて出会ったあの日ふと目が合ったちょっと垂らし音程はこれですね。あ、まあ、とりあえずねちょっとさっきのねピアノの音にちょっと合わせてみようと思うんで、出会ったあの日ふと爆音やな、ちょっと。んでさっ、ここかな。いや、4110や。なんか適当に残響効果を加えてみます。ちょほんま遅いってな、これこの 5G と LTE を比べてるレベルやね、これほんまに遅すぎるよマジで。それやっていったらね、あの駅名を歌うとかねできるわけで、何なんかねちょっと空耳風のね駅名を歌うとか、ある路線の駅名を歌うとかね動画ありますけどね、
あの記名記憶とかいうやつですね。あれも結構作れますよね、これで。今までのは結構有料ソフトを使ってる場合が多かったんで、ああいうやつもね。結構このソフト使ったらね、ちょっとめんどくさいけどね、ここに歌詞入れたらね、タダでできるんで。あと、これのちょっと昔5年ぐらい前やったかな、ちょっとタダのバージョンがあって、出力できるかどうかはちょっと覚えてないんやけど、もし出力できんやったら、これやとね、こいつにさっとおささらに歌わして、ミスがないかとかね、ずれてないかとかね、なんかうーとおーとかね、あとハートはとかね、こうミスってないとかとか結構見れるんでね、ちょっと自分らがおすすめする方法ではありますけれども、そのアーカイブとかで昔のやつダウンロードして、もしこの機能があるかどうかちょっと覚えてないんで、まあ、最悪ね、ここに歌詞を入れてもいいんで、ここに歌詞を入れて、ここに歌詞をこう入れてね、こうできるんでね、まあ、それでね、結構手軽にね、ちょっと駅名歌うとかね、作れるかもしれないですね。だけどね、ちょっと自分オリジナルのね、ニトリオの使い方をね、ちょっと今回動画にしました。基本的にはもうちょっとね、そういう詳しい人がね、こう動画にしてるんで、すでに、まあ、まずはそっちを見てもらって、まあ、参考にしてもらえたらね、ちょっと嬉しいですね。というわけでね、ちょっと今回はこれにて終了ということでございます。